フロムゴーチの中野です。フロムゴーチの、ね、メンバーの西条くんが去年からイギリスに留学に行ってまして、で、まあ、こんなコロナウイルスの、ね、影響でロックダウンになったりとかっていうロンドンでの、ね、生活をロンドン滞在期というタイトルでうちのチャンネルで流していってるんですけど、急遽ね西条くんちょっと日本に帰ってきまして、っていうのも日本もコロナの第2波が来てて危なくなってきてるんで、本当にいつ帰れるか分からなくなってしまうんで、もうとにかく帰れるうちに帰ろうということで、西条くん帰ってきまして、でその帰ってくるね動画を撮ってもらったんですよ。どんな感じなのかなと思って、その帰国者のその検査を受ける流れとかをちょっと急遽編集しまして、時系列ちょっとね前後するんですけど、先にこの動画を上げようと思うんで見ていただこうと思います。ただロンドンでの様子とか美味しいお店の紹介とか、こんなパブがあるんやでっていうとか、そういう様子はまた後日ちょっとずつ上げていきますので、そちらもよろしくお願いします。まあ、とりあえずね西条くん無事に帰ってきたということで、本当に一安心ということでね、じゃあ帰ってくる流れの動画を見ていただこうと思います。それではどうぞ。ヒースロー空港ですけど、ガラガラですね。やっぱりね、でも外はむっちゃ並ばされましたけどね。そしてむっちゃ暑い。全然ガラガラです。中ね、しかも椅子の間に板とか置いてあって座れないようになってますね。僕はですね、今、オランダのアムステルダムですね、スポール空港にいるんですけど、
僕前もここ来たことあるんですが、ガラス機です。ほんとね、ガラス機ってほどではないんですが、こんな感じで、空いてますね。ではでは、日本戻ります。スポール空港で最後にですね、というかまあイギリス関係ないですが、バドワイザーの元のブドバル飲んでます。美味しいですね。チョコピールですね。乗る飛行機あるみたいです。今から乗ります。乗客39人だそうです。今乗りました。まだ誰もいませんということで、スーパー快適ですね。はい、ガラガラです。ガラもこもってない。あ、快適。どうも、今僕は映画ジョーカーを見ながら機内食を食べてるところだ。こいつは、ベジタリアンパスタかな。見てみろよ、うまそうだろう。おっと、ちょくらハイネケンを失礼するぜ。こいつはうめえ。あと多分7時間ぐらいで着くんですが、今ですね、サンドイッチとなんかお菓子パック、スナックパック、コーラとか入って飲むものだから多分注文できないよね。だからあれの時しか、食事の時しか。だから、あ、これあれですね、あのこれオランダのお菓子だね。なんかこれあれね、後ろを気にせずにバターン倒せるし、隣は2席使えるしで超楽です。いやいや、席に座ってますよね。ってか、今関空に着きました。日本人じゃない、多分外国人の方が先に降ろされてる感じですね、多分。8月7日の日本時間8時43分ですね。
今から通される感じですね。もう暑いわ。よいしょ。椅子が並んでますね。なんかこれ多分あれですかね、ここで待たされるのか検査を待つのかなんかする用の椅子なんですかね。僕は朝早いあの到着の便なんでまだマシなのかもしれませんが、こういう状況ですね。やはりさっきの並んでる椅子で待たされるみたいですね。待ちたいと思います。今ですね、一応、並んでこうやってあの椅子に待機してまして、この LINE の同意書ですねをもらいましたね。さあ、今呼び出されて、進みますね。よいしょ、検査場かな。つばが出やすいようにこういうのがね書いてあるっていうね。じゃあやってみますか。ですね。で、俺やってみたいと思います。で、今検体を出して体温を測って、なんかあの熱とかないですかとかいろいろ聞かれて、体温を測って今待機場ですね。待機場に移動させられました。お、何個も何個あるのかな。待機場の前に、なんていうんですか、書類を全部出し終えて、ほんで、あの LINE のね、同意書とかも出して、誰が迎えに来ますかとか、そんなの聞かれて、で、次、今、待機場に向かっております。待機場はこんなんですね。奥。ちなみにですね、待合ってこんな感じですね。本当何もない、何もないところで待たされてる感じです。外に飛行機があるんで、飛行機が来るんで、それを眺めるぐらいしかできないと。ね、2時間本当に暇。しかもか充電とかもできないっぽくって。せめてね、なんか電気系使えたらいいんですが、まあ飛行機でまあ充電しても大丈夫ですが。こんな感じですね。で、今どんどん検査結果が呼ばれてますね。0024のお客様、今10時半なので、約1時間1時間できるみたいですね。ちょっと待ちたいと思います。0018のお客様、0021のお客様、僕0022なんですけどね。0022のお客様、はい。さあ、今もうもらったので今から引きに行きます。これ陰性者順路ってこっちでいいんですよね。陰性になりました。何ですか。あ、わかりました。はいはいはい。検査呼ばれた人は陰性だそうです。そうだ、陰性決定しましたね。よし、ということで陰性でしたんで買います。1時間程度で出るっていうね、結果でしたね。ではでは。というわけでですね、出てきたんですけど、もうですね、陰性やったら結局、この陰性っていうこのハンコをもらえて、このなんか謎のね、あの裏表なんもない赤い紙がもらえました。赤紙がもらえます。という感じでした。まあ、ひとまず安心ですね。まあでもこれから2週間隔離なんですが、その間体調をしっかり、見極めようと思います。ではでは。